井上和樹は、鹿児島県霧島市出身の元プロ野球選手、二軍監督、コーチ。2020年より、阪神タイガース一軍打撃コーチ。2021年から、ヘッドコーチを務める。両南小学校時代にソフトボールを始める。両南中学校時代に、南式野球部に入部。鹿児島商業高校時代は、投手兼外野手として、 甲子園に1回出場。高校通算40本塁打を記録し、野手、投手の双方で注目を浴びる。1989年の NPB ドラフト会議で、中日ドラゴンズから2位で指名。投手として入団した。入団当初の背番号は38。1990年には、 支配下選手登録の対象から外れていたため、一軍は愚か二軍のウエスタンリーグ公式戦にも登板できなかった。1990年に支配下選手登録される。1991年5月11日の対、広島東洋カープ六回戦で、救援投手として一軍公式戦にデビュー。1992年には一試合に登板した。 1993年のシーズン途中から打者へ転校。1994年のジュニアオールスターにウエスタンリーグ選抜の一員として出場すると MVP を獲得した。1996年に背番号を38から99に変更。1998年に水谷実夫が打撃コーチへ就任したことをきっかけに、 打者としての素質が徐々に開花した。1999年には7番打者として1軍に定着。4月には2日の対広島戦から28日の対阪神タイガース戦まで開幕21試合連続安打を記録するとともにチーム史上初の開幕11連勝に貢献した。その後もマサトヤシュとして攻守にわたって活躍。チームが セントラルリーグの優勝を決めた試合でも、決勝的自打を放った。福岡大英ホークスとの日本シリーズでは通算で13、打数ノーヒットと振るわず、チームも1勝4敗で敗れた。2004年には、背番号を9に変更。大西隆行や、英知などと、精査抑止の座を争いながら、チームを引っ張った。日本シリーズでは、チームが制覇を逃しながらも、 関東賞を受賞している。11月2日に、井端博和に代わり選手会長に就任することが報道された。2005年には、前年に続いて、レギュラー争いを展開。セリーグの規定打席に満たなかったものの、2年連続の2桁本塁打と、自身初の打率3割を達成した。2006年は、外野手としては、 レギュラーの座を、A 知や藤井氏などと争う立場にあったが、8月15日の、対広島戦では、NPB 史上411人目の1、軍公式戦、通算1 0試合出場を達成した。8月30日の対阪神戦では、1点ビハインドの9回、表西から代打で登場すると、藤川球児から、同点本塁打を放った。 試合は結局引き分けに終わったものの、当時阪神と優勝を争っていたチームにとっては、2年不利のリーグ優勝を大きく手繰り寄せる一打になった。結局、セリーグの規定打席に届かなかったものの、3年連続の2桁本塁打と2年連続の3割をマーク。勝負強いバッティングで優勝に大きく貢献した。 2007年は同じく左打ちの外野手である、李平慶の獲得や、中村の李ひの獲得で、森野正彦が三塁から外野に回る機会が増える、などのチーム事情で、出場機会が減少し、序盤には二軍降格も経験した。しかし、タイロムズが契約切れで帰国したため、同年のアジアシリーズでの対 s k ワイバーンズ戦、対チャイナスターズ戦、さらに、 決勝の対 SKY バーンズ戦にも出場、4試合で3本塁打を放っている。同年限りで選手会長を退任し、荒木正宏に譲った。2008年は開幕を2軍で迎えるも、4月25日に1軍に昇格。以後左の代打やスタメン出場もあり活躍した。しかし、9月2日に再降格し、 シーズン終盤に最小格した。現役時代2009年は開幕戦にスタメンとして名を連ねるも打撃不振で4月中旬に降格。シーズンの大半を二軍で過ごす。そして9月25日の試合終了後に現役引退を表明した。会見では体力の衰えは感じていないがドラゴンズ一筋でやめるのがベストだと思った。 選手会長で優勝パレードができたのが思い出と話した。9月27日の大阪新戦が引退試合として行われ、6番力翼で先発出場した。試合は敗れ、井上自身も4打数無安打であったが、試合終了後に引退セレモニーが行われ、立浪和義と矢野照弘から花束が贈られた。その後の胴上げには、 チームメイトに混じって矢野と高橋光信も加わった。その後、10月3日に富山市民球場アルペンスタジアムで行われたファーム日本選手権に出場し、8回表に李平慶の代打で出場した。この回は二類走者が牽制で3アウトチェンジとなったため、9回表に先頭打者として打席に立ち、勝利を決定づける本塁打を放つ。 試合終了後には二軍選手たちからの胴上げを受け、背番号と同じ9回中に待った。10月24日のクライマックスシリーズ第2、ステージ第4戦が最後の出場となった。2012年10月15日、名古屋ドームでのクライマックスシリーズでトニーブランコに劇を飛ばす。2010年に中日の一軍打撃コーチへ就任。これを機に、 背番号99を再び着用するようになった。2011年には、河井正宏に代わって二軍監督へ就任。若手選手を積極的に指導した結果、二軍を2年ぶりのウエスタンリーグ優勝に導いた。ばかりか、ファーム、日本選手権でも北海道日本ハムファイターズに勝利した。2012年から一軍打撃コーチへ復帰した。 2013年限りで対談した。2014年から2019年までは、メテレや東海ラジオの野球解説者として活動。また、スポーツスタジアム魂のコメンテーターも務めていた。2019年には、スポーツスタジアム魂の企画で、地震発の著書、井上和樹辞典ああ、野球人生史一重を10月2日に、ピアから刊行。その一方で、 同月21日には、阪神タイガースの一軍打撃コーチへ就任することが発表された。中日時代のチームメイトで、この年から、阪神の一軍監督を務める矢野洋大からの要請に沿った就任で、背番号は99。2021年は一軍ヘッドコーチ。勝負強い高打の外野手。投手として、プロ入りするも、 請求難に苦しむなど目が出ず、5年目に打者転向徐々に力をつけると、9年目に才能が開花し、外野手のレギュラーを獲得。恐怖の7番打者と呼ばれる活躍で、リーグ優勝に貢献した。以後は、貴重な順、レギュラー、スーパーサブとして、チームを支えた。ありがとうございます。